も皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、私は、栃木県の、日光市に来ておりまして、本日はこちらですね、リッツカールトン日光ホテルですね。来ました、とうとう来ましたね、車でね、3時間ほどかけてですねこちらにやってまいりました。ということで本日はですね、こちらにね一泊お世話になろうと思っております。でですね、私は今回こちら車で来たんですけども、車でですね、見えるかな、ちょっと設定を変えましょうか。もうホテルの入り口があそこにありまして、で車でバーって入っていくんですけども、もうそしたらねバレーパーキングということで、そこでね車のキー預かった、荷物をね預かったりしていただいて、もうそのままね流れるようにチェックインでロビーラウンジに入ってみたいな感じなんですよね。ということで今回ですね、もう私ねチェックインしておりますけども、これからね客室の方に、行きたいというふうに思います。それではね行きたいと思います。ホテルのね外観はねこんな感じなんですよね。ちょっとね全部は映りきらないんですけども、こんな感じになってるんですよね。でちょうど正面がね、あそこは入り口っていう風になっております。全部で5階建てということで、そこまでねすごい高いね高層階までねあるホテルではないんですよね。ここにね体温とアルコール消毒器がねありますね。こんな感じです。でこの右側はですね、ここがね入り口なんですよね。行きます。今ねここ廊下なんですけども、こちらにねこんな感じでリッツカールトン3匹のライオンを売ってます。可愛いですねこれね、衝撃の5000円です。うちの背景に載せちゃいましょうかね、考え中です。ここはねロビーのエレベーターになります。これねエレベーターが来てもねならないんですよね。ということで着きました。今回ね306号室ですね、入っていきたいと思います。よいしょ、鍵をかざして、よいしょ、ちょっとね私は中見てしまったんですけども、中に入るとですね、これはキーテーブルなんですかね、こんな感じのテーブルがあります。でリッツカールトン日光ですね、こんな感じの木のねルームキーなんですよね、まあ、これをこんな感じでね置いておけると。でリッツカールトン日光は靴を脱いでねスリッパに履き替えて上がるということで、ではどうでしょうか、客室の方に入っていきます。いやーすごいですね。先ほどね私は係の方とですねこちらの中までね案内していただきまして、いやすごいですねこれ、ベッドルームと奥にソファールームみたいなのがあるんですね。であとバルコニーもねあるんですよね。一つずつね見ていきたいなと思います。いやこっちにもですねソファーエリアみたいなねこんな感じのがあるんですよね。またいいですよね、テーブルもあります。こちらにねエアコンの切り替えがありますね。でベッド周りです、こんな感じで時計とあとボーズのスピーカーですね、 Bluetooth のやつですかねあります。でここにね USB と
マスターこちらライトですね。あとプライバシーボタン、こちらは押すとですね、あの客室の方がね、あの入ってこないって、入ってこない、まあ伺うのをね控えるって言ってましたね。あとナイトモードと、ね、ベッドサイドっていうのがあると思うんですけども、こちらねこうちょっと映んないな、ちょっと待ってくださいね。このベッドサイドっていうボタンを押すとですね、ここの明かりが消えるんですよね。こんな感じでついてるのが分かりますかね。まあこんな感じでね切り替えることができます。で下には何も入ってないですね。で気になるベッドですね。今回は中禅寺湖ビューのキングベッドルームということで、かなり大きいです。枕も4つついております。いやかなりすごいですね。でこちらさっきのね電気と、この下に AC のコンセントとテレビですね。で今はねこんな状況ということで、スプレーとマスクですね。でこっちにはですねこんな感じでね切り替えボタンがね向こうよりたくさんついてまして、まあこれは USB とかね一緒なんですけども、ここら辺がね全部違って、これですね音聞こえましたかね。こちらひねるとですねブラインドがね閉まるようになってるんですよね。こちらもね後で披露したいと思います。まあ、披露っていうのはまたちょっと違うかもしれないですね。はい、それではねこちらリビングルームですね。こんな感じになってます。こちらね、盆栽とテレビのリモコン、あとこちらティーセットって言ってましたね。こちら無料でいただけるそうです。でこんな感じでね和の感じになってますよね。こんな感じになってます。でグラスとお水と氷入れるやつですね。であとケトルと、こちらはネスプレッソですね。コーヒーマシンがあります。でこんな感じで引き出せるようになってますね。でその下ですね、こちらはね台になってまして、でその下がグラス類かな、違いますね、こちらはお酒が入っております。でですねここまでが無料っていうね説明を受けました。でこちら側が有料っていう感じみたいですね。ネスプレッソのカプセルと、こちらは紅茶ですかね、いやこちらは違いますね、こちらはコーヒーのミルクとかですね、こちらは無料でいただけると。でこちらはミニバーになってます。冷蔵庫付きのミニバーですね。こちらも有料というふうになっております。でこちらに紅茶ですね、ティーセットと紅茶です。 TWG のね紅茶が置いてありますね。こちらもかなり人気ですよね。でソファーエリアがねこんな感じなんですよ。すごいですよね、こっちにソファーエリアがあるっていうのはねいいですよね。これねもともと置いてありまして、こんな感じですね、館内で移動できるね、まあ、巾着みたいなものですね。まあ、こちらにまあ着替えとか入れてね温泉利用していただくっていう感じですね。でですねこちらは館内の案内ですね。プラチナ特典とかの説明は特になかったんですけども、まあここら辺はですねユスリカっていう蚊が発生してますとかね、まあそういう案内とかだったり、あとこちら辺はね今後また皆様はねもし利用した時はね変わるかもしれないんで、ここら辺の説明は割愛したいと思います。で、こちらねウェルカムギフトということで、こちらはスナックですね。あと下にはとちおとめのいちごがね入ってるっていう感じですね。こちらいいですね。まあ、今回ね息子も来ておりますんで息子にねあげたいと思います。でこちらねあのウェルカムスイーツ子供用じゃないんでということで、こういうね可愛いのもいただけたんですよ。これこちら子供用なんですけどかなり可愛いですよね。では反対側にですねテレビがあります。壁掛け式のねかなり大きいテレビがありますね。ではどうしましょうか、そのままバルコニー行っちゃいましょうか。ちょっとねもう4時を過ぎておりますんで、どんどんね日が暮れてきちゃうと思うんで先にお見せいたしましょう。よいしょ、これどうやって開けるんだろう、ここに鍵ありますね。じゃあ行きましょう。はい、こちらがバルコニーとなってます。いやこれすごいですね、中禅寺湖が目の前からの高い山も見えてます。いやこちらすごいですね、いやーすごい、ちょっと綺麗に写ってたらいいんですけどどうでしょうか。いやめちゃくちゃ綺麗ですね、眺め最高ですね。本当にちょっと歩くとね中禅寺湖までね行けますんでね、かなりいいですね。この景色もかなりありがたいです。こんな感じになっております。で次はこちらです。バルコニーがねこんな感じであるんですよね。おそらくこちらはですね夜のターンダウンとかでつけてくれるんですかね、アルコールランプみたいなのも置いてあります。では中に戻りましょう。ではこちらです。こうね扉になってまして、こんな感じでね
扉開けるとお風呂場なんですよね。これはおそらくこのお風呂場からリビングルームにね行けたり、その逆だったりね、まあそんな感じのためにあるんだと思うんですよね。いやこれすごいですよね。ちょっと見てびっくりしたんですけど、まあ扉一つでですねお風呂場につながってるんですよね。では洗面台行きましょう。でこちらがね洗面台の入り口になっておりまして、ベッドの真向かいにね、洗面台の入り口です。でこんな感じでね扉を、扉をね閉めることができるんですよね。では入っていきたいと思います。正面にはねバスローブが2つかかっておりまして、棚にねティッシュとかも置いてあります。でこちらね中は何が入ってるんだろう。こちら体ですかね。こちらにドライヤーが入っておりますね。でこっちにタオル入ってます。で洗い場見ていきましょう。こんな感じになってます。アメニティはですねリッツカールトンということで、こちらですねちゃんと綺麗に映るかな、アスプレイですね、こちらのアメニティでね統一されておりますね。で右側にタオルとグラスがあって、こんな感じでですねアメニティが引き出しに入ってるんですね。おしゃれですねこれは。こちらにね、ローションとかマウスウォッシュ、シェービングクリームとかありますね。うん、ヘアブラシ、爪磨きとかですね。でヘアブラシ、コットンとかね、こんな感じで揃っておりますね。でこちらがお手洗いです。よいしょ。ちょっと扉が結構重いですねどこもね。でこちらがトイレになってます。こんな感じですね。じゃあ自動で開くやつじゃなさそうですね。じゃあ反対見ていきましょう。ではこちらです。で洗面台がですねもう1台あって、反対側にはねないんですけども、こちら側にはですね映るかな、左側にね、拡大鏡がありますね。こんな感じのね拡大鏡があります。で、こちらも多分おそらくですねアメニティが同じのがね、揃っておりますね。こんな感じになってます。で下にタオルとゴミ箱、あと体重計ですね入っております。それではお風呂ね見ていきたいと思います。でこっち側にですねまたあるんですね。ちょっと閉めてみましょうか。あ、こんな感じですね。ブラインドをね下げることができるんですね。もう一個あると思います。あ、一緒に下がりましたね。まあこんな感じですね、あの外の景色を楽しみながらお風呂に入るっていうパターンとですね、まあプライバシーをね守りながら入るっていうねパターンでね楽しめるっていう感じなんですね。いやこちらはいいですね。高級感たっぷりですね。それではね中の方入っていきたいと思います。ちょっとね音がこもっちゃうかもしれないんですけども、どうでしょうかね。こちらの扉開けておきましょうかね。ちょっとね響いちゃうとあんまり綺麗に聞こえないんでね。それではですねまずアメニティからいきますかね。アメニティは先ほどと一緒の、アスプレイですね。3つ揃っております。で、こちら側にシャワーがありますね。でシャワーはですねこちらに、可動式のシャワーがありまして、ちょっとね映ってないと思うんで今カメラ切り替えちゃいますけども、こちら上にはですね固定式のシャワーもね完備されております。こちらかなりありがたいですよね。でこちらにねカランがありまして、こちらをひねると、よし失敗しましたね。こちらをひねるとねシャワーが出るんですね。はい、やりましたね。これですね、これこれを切り替えなきゃいけないですね多分ね。こんな感じで、いや、やってしまいました。でこのリッツカールトン日光の客室内のお風呂はですねかなり大きくてね気持ちは良さそうなんですけども、こちらはですね温泉ではないそうなんですよね。ということなんで、まあその点はね覚えておいてください。でちょっとね中入っちゃいますけども、よいしょ。こんな感じでですねバスソルトが入ってるんですよね。うん、ちょっとねあのこちらクレームではないんですけども、使った形跡はねかなりありますね。うん、これちょっと残念ポイントですね。なんかやりようはなかったのかなと思いますけども、まあこういうもんなのかもしれないですね。でタオルが2つあってっていう感じです。いやこのお風呂からね景色が楽しめるっていうのはかなりいいですね。でですねこちらにもレバーがついてまして、こんな感じで、閉めることがね中からもできるっていう感じですね。
ではちょっと向こうに戻りましょうか。入り口の方ですね、ウォークインクローゼットがあるんですよね。でちょっとね、荷物がたくさん置いてあって申し訳ないんですけども、まあ、今回ですね、妻とね、子供と滞在させていただいておりますので、こんな感じでね、かなり大きいですよね。こんな感じでですね、ちゃんちゃんこですかね、こちらね、結構あったかそうなね素材のものと、こちら浴衣ですかね、置いてあるっていう感じですね。客室内はねこんな感じですかね。ということで今回ですね、リッツカールトン日光ですね、一泊ねお世話になろうと思っております。リッツカールトン日光のホテルカテゴリーなんですけども、カテゴリー7ということで、マリオットボンボイポイントですね、5万ポイントからピーク時は7万ポイントでね宿泊することができます。でですね、私に関しては今回ね土日に宿泊させていただいておりますので、ピーク時のね7万ポイントで1泊ね宿泊させていただきました。で5万ポイントからね利用することができるということで、 SPGAMX ねありますよね、あちらの更新特典でも一応ですね宿泊することができます。基本的にはですね、週末はねオフピークにね設定されていることはねほとんどないかなというふうに思いますので、まあ基本的にはですね平日になるかなというふうに思います。でですね、マリオットボンボイのプラチナステータス特典に関してなんですけども、リッツカールトンはですね朝食もねラウンジも基本的には利用することができないっていうふうになっておりまして、今回ですね朝食だけねつけさせていただきました。でこのリッツカールトン日光ですね、ホテル独自でですね、マリオットボンボイのゴールドステータス以上ですね保有されている方は 30% オフでね利用できるっていうね特典があるというふうになっておりまして、本来ね7500円だったかな、ちょっと詳しい値段ね出しておきますけども、 30% オフでね利用することができるということで、大人1人ね5250円でね朝食がねいただけるっていった形になります。でですね、今回私は、子供とね宿泊させていただいておりまして、うちはね3歳の息子がいるわけなんですけども、3歳の息子のね朝食料金に関しては無料っていった形になっております。またですね、マリオットボンボイのプラチナステータス特典としてはウェルカムギフトということで1000ポイントがねもらえるっていった形になっておりまして、またですねレイトチェックアウトに関してはそこまでねゆっくりして帰らないっていう風になるわけなんですけども、オファーとしてはですね16時までオファーしていただけたっていう風になっておりまして、今回ですね客室のアップグレードね、本来はリバービューの部屋はねマリオットボンボイのポイント宿泊の場合はね指定されているわけなんですけども、今回私たちはですね中禅寺湖ビューですね、のキングサイズのね客室にしていただいたということで、このね眺めが変わるだけでこのホテルではねアップグレードっていう風になりまして、こちらね一応ね2段階アップグレードねしていただいているということで、宿泊しているのはね土曜日ということで1泊ね12万円ぐらいなんですよね。結構高いですよね。まあそれがねアップグレードしていただいているという風になりますんで、12万円以上のね客室に宿泊することができたっていった形になります。まあマリオットボンボイのねプラチナステータスのね特典は以上っていった形になるわけなんですけども、まあこちらね客室代金がね結構高いホテルっていう風になりますんで、マリオットボンボイのねポイント宿泊としてはですねかなりいいのではないのかなというふうに思います。やはりねリッツカールトンということで、もう入ってきてからですね客室に通るまでですねかなりね本当に高級ホテル感がね漂ってるっていう感じですよね。先ほどね客室のお風呂場でねバスソルトありましたよね。ちょっと前の方がね利用されたまんまな感じがありまして、一応ねホテルの人に聞いてみたんですよね。まあこれがまあ本来こういうものなのか、ただ単に交換し忘れただけなのかっていうのをねちょっと聞いてみたところ、ただ単にね交換し忘れたということで、まあ私全然気にならないんですけども、まあおそらく私は、ね、使わないんでね、まあ気にならないわけなんですけども、交換ねしていただいて、すごいねスーツを着た方がね、謝罪に参りました。まあ私はね全然気にならなかったでいいんですよって言ってたんですけども、まあこういうこともねたくさん宿泊してればねあるかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ対応自体はですねとても良かったですね。もちろんねそのバスソルト自体はね交換していただけたっていった形になります。ということで今回ねこちらに一泊お世話になりまして、朝食だけね私つけておりますので、朝食の方もね紹介できるかなというふうに思います。でですね、覚えておいていただきたいのは、朝食ねやっておりまして、またねアフタヌーンティーとかもやってるんですけども、全てね客室でいただくこともできるっていった形になっておりまして、一応ね時間の制限がねレストランでいただく、まあ
アフタヌーンティーに対してはロビーラウンジでねいただけるわけなんですけども、まああの客室になるとねちょっと時間の制限がね結構限られるっていう風になるのと、ちょっと一部サービスがね欠けてしまいますよっていうのはね ありますので、まあその点がねご了承いただける方であればですね、客室でねいただくこともできるっていう形になっておりますんで、まあねこういう世の中っていう風になってるんで、客室でいただきたいっていう方もねいらっしゃるかなという風に思いますので、この点はね覚えておいていただけたらなという風に思います。でですね、今日ねもっと早く到着する予定だったんですけども、ちょっとね押して押して結局ね4時過ぎぐらいにね、チェックインしてちょっとね時間がかかってしまって、結局ね今5時半ぐらいということで結構ね時間経っちゃったんですよね。でですね、本日に関してはちょっとね夕食は外でねいただいて、その後ですね大浴場もね温泉があるということで、そちらもね楽しんでいきたいなというふうに思っております。それはですねちょっとゆっくりしてからですね大浴場の方ね行きたいと思います。そうですね、今ね夜の8時ぐらいなんですけども、これからね温泉の方に大浴場ね行きたいと思います。でこんな感じですね、見えるかな、こんな感じで、浴衣と一応このちゃんちゃんこみたいなのがねありまして、でですねサンダルもね玄関の方に置いてありまして、まあ、それでね行っていいということですので、せっかくなのでねこちら利用させていただきたいと思います。でですね、先ほどねちょっと温泉の近くのねフィットネスジムもね見てきたんですけども、外をね通るんですよね。ちょっとこの格好じゃね寒いかなとか思ってたんですけど、このちゃんちゃんこがあればね大丈夫なんじゃないかなと思いますので、これで行きたいと思います。まあね真冬とかはねちょっと寒いかなと思うんですけども、帰りはいいと思うんですけど結構温まってると思うんで、行きがねちょっと寒そうですよね。まあひとまず行ってみたいと思います。それはね温泉から帰ってきました。いやーここの温泉すごいですね。普通のね大浴場とあともう一個ね露天風呂とサウナもね今現在稼働してるっていった感じになってまして、合計ね2つお風呂あるわけなんですけども、結構ね大きいですのでゆったり浸かれるんじゃないでしょうかね。またね露天風呂の方はですね硫黄のね香りがかなり強いね温泉っていう風になっておりますんで、まあ好きな方はねいいと思います。かなりね気に入るんじゃないかと思うんですけども、ちょっとね硫黄の匂いがね苦手な方はね結構きついかもしれないですね。そんな感じで大浴場はですね本当に温泉すごい大満足でしたね。私ね明日入ろうかなとか思ってたんですけど、いやこれはね夜入って朝もう一回入った方がいいですね。まあ今日はもう夜で、まあ、大浴場ねもともと薄暗いね感じなんですけども、露天風呂も暗いですよね。まあこれがまた朝風呂になったらですね、朝のねあの清々しい感じがね味わえるのかなと思ったらですね、ちょっともう一回ね行きたいなと思いましたね。ということでね、あの明日ね朝風呂の方もね行きたいなと思いますね。で先ほどね三つ回りの紹介の時に、まあ、シェービングジェルだったり歯ブラシとかね、まあ、そういうものを一通り紹介したと思うんですけども、この大浴場にも同じようなものがね置いてあります。置いてあるんですけども、ちょっとね分かりづらいんですよね。撮影自体はねそこはできませんので映せないんですけども、お風呂上がったね脱衣場のそばにですね水道とかありますよね。そこね全部引き出しになってますんで、そこにひげ剃りとかあのシェービングクリームとかねそういうもの全てね引き出しに入ってますんで、私ね最初気づかなかったんですよね。はい、っていうことなんで、これで気づかないでないのかなと思ってたら、帰りねあれこれ引き出しになってるじゃんみたいな感じで見つけましたので、覚えておくとね便利に使えるかなと思います。でですね、やはり外をね通りますんで、行きはねちょっと寒いんですけども、まあ、帰りはねポカポカで全然寒さね感じなかったので、まあ、行きはねちょっとね本当に外を通りますんでちょっと寒いかなと思います。でお風呂ね上がった後にもですねリラックスラウンジみたいなところがねありますので、そこもね薄暗くてすごいねおしゃれな感じに仕上がっておりました。本当にね暗くてなんかおしゃれな感じになってましたね。説明が下手でね申し訳ない限りなんですけども、まあ、そんな感じですね。大浴場ね大満足でしたね。でこういうねリッツカールトン、これまあお水なんですけども、リッツカールトンこちら客室にもねあるお水なんですけども、リラックスラウンジにもこちらのようなねお水がありましたし、大浴場にもねお水これと同じものがね置いてあったりですね、フィットネスジムとかにもねお水置いてありましたので、水分ね
撮りたくなる方もね結構いらっしゃるかなと思うんですけども、もう本当にねフリーでねすごいたくさん置いてあるんで、こちらねありがたいですよね。ということで本日はですね、この動画撮らせていただいているのは土曜日というふうになっておりますんで、この後ね週末雑談生放送をしてですね、明日ね迎えたいなというふうに思います。それではねまた明日です。バイバイ。おはようございます。今ね朝の5時半ぐらいだと思うんですけども、ちょっとねホテルの中庭みたいなところにね出てきております。こちらはですねロビーラウンジのところからですね外に出れる中庭みたいな感じになっておりまして、今ねバックがホテルになってると思うんですけども、こちらねぐるっと回るとですね、こんな感じで中禅寺湖がですねこんな感じで見れるんですよね。いやかなり綺麗じゃないでしょうかね。私ね日の出ぐらいのね時間帯だから朝の5時ちょっと前ぐらいからね起きて眺めてるんですけども、いやかなり綺麗ですよね。こんな感じのね景色も楽しめちゃうっていうのはね、こちらに浸かると日光のね楽しみではないでしょうか。ということで今ね朝の5時半ぐらいだと思うんですけども、7時からですね朝食ね、いただけるということで、今回ね客室でいただきたいと思ってますんで、そちらもね楽しんでいきたいと思います。いやめちゃくちゃ綺麗ですよね。ちょっと一周しちゃいましょうかね。でですねちょっと全部入るかな、こんな感じで、後ろのね山も確か男体山ですかね、これはちょっと間違ってたら申し訳ないんですけども、こんな感じでね山も楽しめちゃうんですよね。こっちか全体が入ればいいんですけど、入りますかね。はい、こんな感じですね。いやかなり綺麗ですよね。それはもうちょっとしたらですね客室でね朝食いただきたいと思います。それですね今回私たちは7時45分から8時15分の間でね朝食をお願いしたんですけども、今ね7時50分ということで本当にバッチリぐらいでね朝食届きましたね。ちょっとね向こうの方に運びたいと思います。こちらはね和食になっておりまして、こちらがね洋食になってます。多分これがね中にも入ってるんでしょうね。でちょっとねこちらは子どものメニューですね。こちら無料でいただけたやつです。いや非常にね美味しそうですね。それではいただきたいと思います。それではね朝食の方をセットいたしました。こちらこれねまだ全部はね見えてない状態なんですけども、ちょっと中開けていきましょうかね。まずこちらは、和食ですね。このパンはですね和食でもいただけるということで、またですね足りなくなったらですねおかわりとかもね頼めるということですんで、この点は覚えておいてください。片手で開けれますかね。やめときましょうか。開けました。いやすごいですねこれすごいですね。ちょっと何柄何までねちょっと全部がメニューちょっと今わかんないんですけども、まあ、お刺身とかねお肉とお魚ね入っておりますね。こちらが和食になっております。いやかなりすごいですね。このリッツカルトのこれがまたいいですよね。でここは、お漬物ですかね入っております。いやとても美味しそうですね。今回私はね和食をチョイスさせていただいて、妻が洋食をね頼みました。でですねこういう牛乳とかもですねこれ別途ね来るんですよね。あとこちらは何ですかね、プリンですかね、ちょっとこちらはわからないですね。ヨーグルトですかね、こちらプリンですかね。はい、こんな感じになってます。では次洋食いきましょう。じゃあこちらが洋食のサラダで、サラダは和食にもね多分ついてるんですかね、2人前来てます。ちょっと蓋ごとねどかしちゃいますね。はい、蓋を外しました。和食もすごいですね、とても美味しそうですね。サーモンとチーズとエビとブロッコリーですかね、あとフルーツとかもあって、こちらにはお肉とかね、あこっちはチーズなんですね。和食の方は漬物だったんですけど、オリーブとチーズですね。あと卵が2つとソーセージとかもね入っております。いや非常に美味しそうですね洋食の方も。それではねいただきたいと思います。それはですね朝食の方ねいただいて、今ねこのバルコニーでね景色を眺めながらですね、こちら
コーヒーをねいただいてるんですよね。いやね、本当に贅沢ですね。こちらね、うまいですね。朝食もね、とても美味しかったですね。まあステータス割引を入れてもですね、5000円近くしますんで、まあこの判断はね、人によるかなというふうに思うんですけども、まあ、個人的にはね、かなり大満足の朝食っていった形になります。妻もね、とても喜んでたんでね、注文してよかったなというふうに思いました。で、今日はですね、16時までね、レイトチェックアウトね、いただいてるんですけども、おそらくね、もうちょっと早くね、帰るかなというふうに思いましたので、それまでね、仕事をしつつですね、ゆっくりしつつですね、ちょっとね、中禅寺湖あたりもね、散歩してからですね、チェックアウトね、していきたいと思います。今ね、ちょうど朝の9時過ぎぐらいですかね。こんな感じで景色を楽しむことができます。ちょっとね、手ぶれしちゃってるかもしれないんですけども、いや朝のね、中禅寺湖もかなり綺麗ですね。またね、山とかもね、しっかり見えて、でちょっとね、映るかわかんないんですけども、こちらね、奥のね、山とかまだ雪残ってるんですよね。こちらもね、楽しめちゃうということで、またこちらね、こちら男体山だと思うんですけども、とても大きいね、山がね、本当に客室のバルコニーからね、ドンって見れるんですよね。まあこれがね、この景色ね、客室から楽しめるのはかなりいいですね。ということで、チェックアウトまでですね、ゆっくりしつつ、仕事しつつですね、過ごしたいと思います。大浴場の方もね、またね、朝も入りたいなと思っておりまして、それもね、しっかり楽しんでおきたいと思います。それではですね、こちらね、カーテンがね、電動ということで、実際にね、やってみていきたいと思います。まあ、どんな感じかっていうのはですね、皆様にね、お見せできたらなと思っております。それではですね、開けていきたいと思います。今ね、完全に閉まっている状態で、お風呂場のね、ブラインドも閉まっております。では、開けていきましょう。こちらを、左にひねると、レースカーテンが開いて、この奥はね、カーテンが開くっていう感じですね。いや、かなり一気にね、明るくなりましたよね。まあ、こんな感じでね、利用することができるんですよね。一応閉めましょうか。閉めた感じだとこんな感じに閉まっていきます。こんな感じでね、カーテン自動でね、利用することができますんで、まあ、やっぱりね、普通のカーテンよりかね、ちょっと面白みがあって楽しいですよね。まあこんな感じで、利用することができます。それではこちらね、お風呂場なんですけども、今ね、完全に閉めている状態で、開けていきたいと思います。いかがでしょうか。結構綺麗ですよね。ちょうどね、右側のね、大きい山とか見えないんですけども、中禅寺湖とかですね、奥のね、雪がかかってるのはちょっと黙認できるかわかんないんですけども、奥のね、上の方の山はね、まだ雪が残ってるのがね、見えるんですよね。かなりね、綺麗ですよね。まあ、こんな感じの景色がですね、お風呂場からね、楽しめちゃうっていう感じになってるんですよね。それではですね、今ね、お昼の1時ぐらいなんですけども、そろそろね、チェックアウトしていきたいというふうに思います。いやね、本当にリッツカールトン日光ね、いいですね。本当に良かったですね。で、今回ですね、一泊ね、滞在させていただいたわけなんですけども、
いやかなりね大満足の滞在でしたね。まあできればねリッツカールトン日光ね、まあ私はなんですけども、ちょっとね3時間半ぐらいね車でかかる場所にありますんで、まあもう一泊ぐらいねしてもねいいんじゃないかなって思うぐらいでしたね。まあレイトチェックアウトね今回させていただいてて、一応16時までねオファーはいただいたんですけども、1時ぐらいねチェックアウトさせていただくっていう風になりますんで、まあちょっともったいない感じもするんですけども、まあもうちょっとねゆっくり滞在したいなっていうのはね正直な感想でしたね。で本当にこちらはですね温泉がね本当に良かったですね。大浴場のね温泉とこのね景色ですね本当に良かったですね。中禅寺湖男体山とても良かったですね。でですね今後ねこちらのホテルね宿泊される方であればですね、まあできればねこの中禅寺湖のね見える客室ね、まあアップグレード等々はね空室状況によりますんで通るかどうかはねわからないんですけども、まあもしねリクエストして通るかどうかわかんないですけども、一応ねこの中禅寺湖ビューねかなりおすすめっていう風になりますんで、ぜひねリクエストしてみていただけたらなという風に思います。まあもちろんねステータス等々を持ってなければですねさすがに厳しいかなと思うんですけども、 SBG アメックスね保有されている方とかねリクエストしてみていただきたいなと思います。いやかなりね大満足のね滞在っていう風になりました。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。またね次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。